はい皆様ごきげんようきよみです。今日はアリエクスプレスで面白いものを購入したので紹介していきたいと思います。これがこちらですね。はいえー、アクリルのケースなんですけれども、これは何,何をするものかと言いますと、こちらのフィジェットトイをここに収納するためのものとなります。えー、これはもう,こうズームっていう フィジェットなんですけどそれ専用に作られておりましてズーム本体とそのタグを収納する専用のケースとなっておりますでは、えー、見ていきましょう はい、ではアップで見てみたいと思いますこちらが収納ケース本体ですねアクリル、えー、分厚いものが贅沢に使われている印象ですねこちらにズーム本体とズームのタグですかねギャランティータグみたいなやつを収納する溝がつけられております、えー、ここはマグネット止めになっておりましてこのように磁力で開閉します、はい では早速入れてみたいと思いますこれが僕の持ってるズームのタグですねこれが ACDC5 ビガーのマテリアルチタンステンレスステスィールのカラーブラックナンバーは410個中の389ですねこれがねピタリとハマるんですよピタッとでズーム本体ですね これ、レビューしたことないかもしれないな。ショート動画では出したことがあるんですが、これ結構いいやつなんですよね。いいフィジェットで、なんて言いますかね。ここの、トリガー、トリガーはないんですが、指かけるところが、クリッカーになってるのと、これがスライダー。 で、今ここロックかかってるんですけどここのロックを外すことによって後ろ向きにも何て言うんですかねあの銃で言うとこの,あのこのリロードみたいな感じの動きをすることもできて、まあ、ここはロックしておくとしてここを丸いボールがプチプチ押すこともできます。それと、えー、跳ね上げて このようなアクションもできますでこ,この中は、えー、トリチウムスロットがあります。っていうフィジェットなんですがこちられがここにぴたりと収ま,る収まる感じですね。で蓋をします。あすごく もともと高級なものなんですがそれをさらに一層引き立てる高級感のあるものとなりましたでこれこのようにあのこの寝かせておいててもいいんですが立てておくとあのこういうインテリアのようにもなるっていうすごいいいですねこれ持ってる人はあの、まあ、持ち歩く。 人はい、いらないとは思うんですが、こう飾りたい人向けにはすごくいいよくできた商品だと思います。こちらですね。まあこういった、えー、高級フィジェット入れるアクリルケースが最近出てるよっていうお話でした。で,では皆様ごきげんよう。